ドジャースの大谷翔平が現地時間9月11日、日本時間12日、本拠地でのカブス戦に1番 DH で先発出場する、前人未踏の50から50へ向けてどこまで記録を伸ばせるか注目だ。ドジャースの大谷翔平が現地時間9月11日、日本時間12日、本拠地でのカブス戦に1番 DH で先発出場する、前人未踏の50から50へ向けてどこまで記録を伸ばせるか注目だ。 動画、大谷翔平 VS 今永翔太、対決前の微笑ましいひとときとは、そんな中、米スポーツ専門メディア、ブリーチャー・レポートの野球アカウント、b r o ークオ f は公式 X でジミー・ロリンズ氏の動画を投稿、通算2455ダーをマークし、2007年のナ・リーグ MVP にも輝いているロリンズ氏は、大谷の50から50について、達成できると思うと話している。 そして、残り試合で、そのうちの9試合がマイアミ、マーリンズ、とコロラド、ロッキーズ、だと思うから、彼はそこで達成できる可能性があるとした。その理由として、マーリンズとロッキーズはプレーオフ進出が厳しい状況だが、他の残りの試合はワイルドカードでプレーオフ進出を狙うチームのため、勝負を避けてもっと慎重に投げてくるだろうと予測した。誰と勝負しないか選ぶとしたら翔平だ。 ムーキー、ベッツも素晴らしいし、フレディ、フリーマンも素晴らしいけど、としながらも翔平に誰も50本目を献上したくないだろうと話した。また、ロッキーズの本拠地であるクアーズフィールドは標高1600メートルの高地にあり、気圧が低いため空気抵抗が少ないためボールがよく飛ぶからと話し、ボールが飛べば、本塁打は簡単だろうと推測した。 元メジャー MVP も太鼓板を押した大谷の50から50達成残り17試合で大記録達成なるか注目が集まる文・構成ここからネクスト編集部ジミー・ロリンズ氏の動画を投稿通算2455安打をマークし2007年のナ・リーグ MVP にも輝いているロリンズ氏は大谷の50-50について達成